これで朝起きた時にちょっと水で濡らすんですけど、コイラでこう濡らしたりとか、まあ、できればこれよりもこのうちで使ってるヘナのジェルがあって、これが程よい水分量をちょっとこう、このジェルだとこれをちょっと耳下にですね、ぐちゃ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 ってつけて、程よい水分量をちょっと保ってくれるので、でちょっと触ってみてください。これぐらいの質感まで濡らしてほしいんですね。大丈夫ですか。それでニゼルのフリックワックスですね、これ大体この指の爪1個分ぐらい取って手に伸ばして、それでこの状態で頭の真後ろからまずつけて、で拳1個分ずらして、まず1個分ずらして、1個分ずらしてつけていくんですけど、前からつけるとベタベタしちゃうんで、真後ろから髪をこう真後ろにしていただいて、真後ろの下から1、2、3って感じで持ち上げます。で今度拳1個ずらして、また1、2、3って上にやりますね。でまた1個ずらして1、2、3ってこうやります。で手のワックスがだんだんなくなってきてますから、今度最後に1、2、3で前髪はもじゃもじゃもじゃってこうちょっとやりますね。ストレートやってますっけ。あ、そうか、そうパーマかかんないんじゃない、いつも。そうだそうそうだ、パーマがかからないんだ。結構パーマかかんないですよね。デジパーマかかんないんで、かかりづらいんだよね。そうだ、で、こういう風にして下から持ち上げるじゃないですか。で今喋りながらやってるからちょっと時間かかってますけど、自分でやったら大体1分から2分ぐらいでできますね。でこのぐらいでこう、この状態から冷たい風をですね、あったかいのじゃなくて、夏は暑いじゃないですか、まあ、冬ちょっと寒いかもしれないですけど、冷たい風で冷風ですね、冷風をちょっと当てるんですけど、ちょっとこうもじゃもじゃしながら当てていきます。さて、なぜ冷風かっていうと、水分飛んじゃうんで、はい、もじゃもじゃもじゃってやりながら、まあ、こうカールを出すわけですね。そうするとカットラインがちょっと出てきてくれて、ちょっとウェーブがですね、若干出てくるんじゃないかなと思いますね。まあ、かけてないからね、そんなカールは出ないんですけど、でも何人間に結構出るもんね。はい、出てます。前髪なんか後ろにこうやって、ウェーブかけちゃったりとかして、でこんな感じにしていくと、短いと早いんですけど、長いとやっぱり結構ね、でもなんかこれ結構適当ですけど、まあこれぐらいでもまあいいかなっていう感じがする。ちょっと一回取ります、ごめんなさい。まあそんなに時間かかってないですよね。コテで巻いたりするとめっちゃ時間かかるけど、それ考えると超楽で、カラーのグラデーションの感じもちょうどよく出てるし、結構ウェーブになってますね。さっきのめっちゃストレートだったの、今日も2分ぐらいかかった。結構簡単ですよね。できそうです、できそうですよね。でこっちはこういう風に前髪はこうレイヤー入れて流せばいいかなと思いますね。